アンティルドーン、ドンドンドーン。あ、なんか持ってかれて、あ、だだだ、だだだ。地下室で、この後クリスがね、ふざけて、布をかぶって出てきますよ。クリスがね、脅かすために出てきます。カットされた。カットされたわ。怖い体験をさせてもらったし、ミジャ版か。ミジャ版をね、持ってきたんですけども、やんのかな。あ、これ操作間違えて、本当はこの女の方。あ、で、アンチャーテッドが始まりましたね。アンチャーテッドが始まって犯人を追っていくんですが、玉切れっていうのは無能。未だ消息はつかめていません。山にある療養所の廃墟についてはどうですか。あ、そこに潜んでいるのでは。これなんだろう、ここどこだ。これはあの建物はね、結局5恐怖で追ってくんだ。寒くないんかな。くそ、マイク、くそ。犯人どこ。これはマジでやばい、マジでやばい。マイク、療養所敷地内。あ、犬やん、犬。犬来るか。これ何、なんか扉っぽいね。隠し扉。くそ、バレた。弾ないからな。よし、近づいてみるか。あ、行くんだ。よし、おいしょ。大丈夫これ。武器ねえのにさ、よう行くよね。普通なんか帰ってさ、なんか怪しいやつおったとか言うじゃん。なんで行くんだろう。まあ行きましょう。進んでいく。なんかステルスゲーとかじゃないよね。普通に行きゃいいんだよね、多分。でもなんか犬に見つかったらアウトとかなんかあったりするのかな。で、さっきのなんか床下のとこ行きます。気になるよね、さっきのとこ。あ、なんかある、なんかあるぞ。武器なんこれ。最高、最高。地球上で一番不気味な場所に行き着くなんてな。これより先この建物を使用および占拠することは違法であると宣言する。1954年か、かなり古い建物か。だけどなんかこう電気がね、まだ使えたりすんだ。よう分からんね。いけんのこれ。あ、いける。掴んで引く。おお、道ある。大丈夫。よう入るな。勇気がすごいわ、マイクのねえ。おお、大丈夫か。マイクなんか最初ただのなんかね、モテモテやろうかと思ったけど、男らしいな。こっち側なんか探ってみる。で、結局あのライフルは置いてきたんかな。なんか脅し用に使えそうなのにね、もったいない。なんもないか。こっち行きましょう。進んでいく。こんにちは。なんかある。ドラム缶押す。何があんの。もう一回押す。何すんだこれで。取って何。あ、上行くんだ。なるほど、なるほどね。登る。一応これ帰り道 OK ってこと。これかバルブ違うか。こっち行くの。これ何、これどうすんだ。
こっち行けんの？まっすぐ。何がしたいのかわからん。あ、なんかある。なんかあるよ。行きましょう行きましょう。これなんだ？また上行けんだ。あ、なるほどね。こう穴から建物の中に侵入するんだ。これはすげえ。これはすげえや。なんだ？何がある？よいしょ。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 どっこいしょ、どっこいしょ。ランプ持って。いいぞ。何がある？あ、なんかボロボロだね。なんだここ。チャペル？なんか後ろ光ってるよ。あ、おるやん。餌あげてる。教会かこれ。療養所ってあったよね、先に。療養所。なんだあれ。またなんかさ、これ揚げてるさ、肉か骨かなんかがさ、ね、何の骨かっていう、またなんか怖いとこあるよね。開けていく。開かないか。ロック。開ける？あ、ダメか。別ルート？別の道を探そう。犯人誰だ？知り合いじゃない可能性あるけどね、十分。なんかさっきこっち、なんかゲートあったね、ゲートがね。これか。なんかあるかな？あ、なんかある。なんだこれ。サナトリウム。ブラックウッドパインズ療養所。1922年。健全な精神は健全な体に。健伝。健伝って噛むよ。うん、健全な体に。行きましょう。アドミン、アドミン、なんかいる？大丈夫？なんかこいつさ、とりあえずなんか服着ろよ。服寒いだろうねえ。動けなくなっちゃうよ。でもこんなさ、あんな人殺しがおるとこでさ、ねえ、なんかもうこいつマイク死ぬ未来しか見えんわ。なんもねえか。残念残念。あ、なんかある。あ、カメラ、カメラじゃん、昔のフィルムカメラね。えグリグリ回して。壊れたカメラ、手がかり発見。撮らんのかい。見るか。なんだ、レンズが壊れたカメラ。何者かが意図的に壊したようだ。なるほど、映らんようにか。自分の証拠が残らんように、なんかカメラとかそういう撮影系は壊した的な感じねえ。入っていく。ガラスが全部割れてるな。こっちは？いけるね。行きましょう。あ、なんかある。机が。新聞か。アルバータポスト。昨日ブラックウッド山にある療養所にてアルバータビューグルの記者が警備員に暴行を受けるという事件が発生した。我が社の記者であるチャック・バーンスタインが火曜日に落盤事故から救助された炭鉱作業員たちへの取材を行おうとした際の出来事だった。へえ、長っ。廃鉱と、あ、炭鉱と、療養所両方を経営するジェファソン・ブラッグ氏は、この事件に関して残念であると話しており、事件に関する内部調査を開始したと声明を出した。ああ、バーンスタインが療養所に無断で立ち入った。現場にてバーンスタインのカメラが没収された。さっきのカメラじゃバーンスタインのことね、没収して破壊したかな。なるほど。こっちがいけないか。こっち？あ、なんか部屋ある。なんかある。なんだろうな。何がある？メモ？取って。炭鉱作業員の診断書。
12人を療養所の病棟に受け入れた際、我々は衰弱し困惑した男たちを想定していた。まあ想定してたけど、健康状態良好で、だけども呼吸器に肺炎とかがあったと。23日と閉じ込められた。そんなに？すごいね。なるほど。精神面での問題。炭鉱に閉じ込められて怖くなって頭おかしくなったんだな、昔の人は。ね。被害者の状態を鑑みて、療養所の A 棟を隔離した。精神状態の診断を至急行う必要がある。呼吸器官に問題が見受けられた作業員には検査を行い、ストレプマトシンに、マトイシンによる、マイシンか、ストレプマイシン、ストレプトマイシン、難しいわ、による治療を行う。その他のものは24時間の監視に置くこととする。なんか頭おかしいから怖いよね。で、あのなんかさ、犯人もこのなんか診療所のなんかそういう事件の生き残り、でも結構前か、100年近く前、何年前か分からんけど、ねえ怖いな。行きましょう。よう行くな、よう行くな。殺人鬼おるぞ。なんかでもそんななんかバーンないね、バーンってなんかでかい音。行きましょう行きましょう。あ、なんかある。武器欲しい。武器がね、武器がないと怖いよ。カラス？あ、は？なんかあんじゃん。ナタ？取れ。もらっとけもらっとけ。おえ。抜く。ゲット。いいね。戦えるぞ。なんか腰になんかはめるとこあんだ。てか。ねえ。なんかあるかな？なんもないけ？あ、なんか壁になんか書いてあるよ。ああ、これはどう？ How many days？ ここに何日いさせるつもりだ？あ、隔離された人？頭おかしくなって壁に文字彫ったんだ。あ、行けますね、奥に。あ、あ、犬おる、犬。多分 QTE 来る、 QTE。 ボタン押すやつ。ね、これなんだ？なんか人の、なんか、影が書いてあるが、人体模型的なやつかな？なんかあるね。メモだ、メモ。なんだ？取って。何これ？なんか書いてある。そりゃ、マスコミになんて詮索されたくないわけだ。なんかこれ、現状報告。療養所にて12名生存者収容。生存者にはトラウマの兆候あり、報道陣には嗅ぎつけられそうだ。問題になる可能性あり、指示を求む。怖っ。うわっ、骨だ。ねえ、こういうなんか演出の仕方なんだな、一応な。これ結構効果持てますね。バーンじゃないやつ。この、あ、なんかある。あ、なんだ。あの、骨格標本？骨格標本か、みたいな。やつ？ね、ほらほら。ね。こういうのがいいよね。なんかバーンとか音に頼らないホラー要素というか、そういうのはね、評価できますよ。入れる？ネズミか。ネズミがいますね。なんかあるかな？あ、なんかある。なんか光ってる。電気椅子？電気椅子っぽいのあるよ。この部屋違うか。なんか視点移動が難しいね。何？何？何あれ？人間の手かな？え、怖っ！何これ？なんかあれかな、トイストーリーに出てきたさ、ね、なんかワンでさ、あの改造されたおもちゃ。おい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 、こんなもの食わせてたのか。何これ。いけ、取れ。
うわぁ、罠か。くそ、最悪じゃん。うわ、犬来た、犬。大丈夫か、切断するか、指。マジか、そうじゃん、マジそう。切断する、罠を開く、罠開こう、開け開け、いけ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 、開け、痛えぞこれは。あー、折れたか。マジか、罠開こう、まだ諦めん、指欲しい、指、指くれ、指くれ、マジで指。頑張れ頑張れ頑張れ、いいぞ、いけ、取れ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 、マジか。生クラだ、生クラ、いけ、罠開こう、まだ諦めん、まだいける、まだいける、全力全力、大丈夫、もうもうあれよ、なんかテコの、テコの原理もう効かないから、いけいけ、取れろ取れろ、いけ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 、きたー、きたー、助かったよ、もうマジで感謝するぜ、ありがとう。よーし、いいぞ、犬来てる、犬、犬おるぞ、マジ悪趣味だな、犯人の野郎、ぶっ殺すか。大丈夫、マジか、な、分岐したね、分岐。よし、行こう。大丈夫か、指。ねえ、痛そうだな。行こうか。なんかある。なんだこれ。どんどん不気味になってきやがる。ガチやん。頭蓋骨ってかもうガチやん。ねえ、まんまじゃん。ねえ。怖っ。なんかあんね、ドアか。こっちもなんかあるよ。焼却？死体安置室かな？引く。よう開けんな。てか。何？取れる。何がある？何これ？メモ？取ろう。なんでこれ開けたんだろう？収容者より暴行、喉に致命傷の傷、ニコラス・ボーエン。ニコラス・ボーエンの死体がここにあったんだ。あ、なんかあるね、こっちも。見てみようか。誰かの死体？取っていこう。引っ張って。おお。これなんだ？サラ・スミス、1951年に亡くなった人だな。うん。こっちはなんか特に事件に関係ある感じはなさそうな感じする。おお、残ってんじゃんこれ。残ってるよ。マジキモすぎ。なかなか前衛的な髪型だね。ロッカーかな。ねえ、ああ、なんだ、ネズミか、ゾンビかと思った、びっくりしたわ。これなんだ。あ、何これ。見てみよう。シフト、なんだこれ、なんかある。もう終わりか。すげえな、ゾンビかと思ったわ。ではでは、ドアに行ってみよう。なんかあるか。あ、これか、さっきのやつ。これ刺していけんだな。いいね、取れよそれ、取れ、いいぞ。これさっきのさ、あの犯人がおった部屋、いけんじゃない。行きましょうか。怖すぎ。階段上がっていく。犬来ないんかな、犬は。ねえ、犬はどうした。おお、来た、いきなり。大丈夫？